皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、先日カットとカラーとトリートメントでご来店のお客様で、特に前髪の割れが気になるっていうことでした。今回はこのお悩みをまたね、お客様の施術のね動画を見ながら解説していきたいと思います。じゃあまずオーダーなんですけど、ビフォーの段階を見てもらうと、少しねやっぱこう髪の毛の退色でオレンジ味が気になるっていうことだったので、今回はねカラーリングはアッシュベースの色味を使って、オレンジ味を少しグレー寄りにやっていこうと思う。でカラーリングをやっていきます。オレンジとアッシュの色味ってちょっと反対色で、この色味をねオレンジのベースにアッシュ入れることによって、ちょっとねこう色と色が打ち消し合って、少しねグレー寄りになります。というので、まあそういった色ねグレーを作る時には、僕ねちょっとアッシュの色味だったりとか、ちょっと青みをちょっと足したりとかして作っていったりするんですけど、それでねカラーリングをやっていこうと思います。長さはねそんなに変えたくないっていうことだったので、整える感じにして、で特にはねやっぱこうさっき言ってたこう前髪の割れが気になるっていうことだったので、いつもこうパカッと割れてしまう、下ろしたくても下ろせないっていうような状態になります。なのでこの割れ、本当にこう具合にも結構よるんですけれども、このぐらいのね、まあ、割れ感だったりとかだったら、全然ね今日使ってるこの溶き方っていうハサミがあるんですけど、これを使ってやっていけば綺麗にこの割れは収まるかなと思いますので、これをねお客様に提案して、この施術をやっていきます。で実際これやっていくんですけど、まずねこの割れてるところをこうハサミでこすっていくんですよ。ゴシ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 。なんで割れるのかっていうのが、まあ理由があるんですけど、まず一つはね、まあ、普通に生え癖みたいな感じでなってる方もねいらっしゃるんですけど、途中でねなんか私生え癖いきなりできたんだけどとか、前髪うまくこう決まらないんだけどっていう風に、言われる方もいらっしゃるんですけど、その方って理由があって、まず一つ目はシャンプーで取りきれないね油分みたいなものがあるんですよ、頭皮に。それがあることによって、やっぱこう油分があることによって髪の毛が通常こうまっすぐ降りてこないといけないのに、ちょっと斜めになってしまうっていうことがあったりするんですよね。なのでこのねこすっていくことによって、で静電気が起きるんですけど、この静電気で油分をこのハサミにつけていきます。油分がなくなることによって、しっかりとこう自然な位置に降りやすくなってきます。もう一つは根元には僕らにもあんまり見えない短い髪の毛が結構あったりするんですよね。でそれが短いもの同士が結構絡まりあったりとかして、でその絡まりによって本当はまっすぐ降りてくるのにちょっと斜めになってしまうみたいな感じでね、頭皮ってあったりします。そこってこうブラシでだったりとか櫛で溶かしても溶けない部分なので、ここをこのハサミで静電気だったりとかこう摩擦で、まあ、しっかりとそれをほどいていく作業をしてるっていう状態です。この2つをしっかりとすることによって、この割れが結構収まってくるっていう理論なんですね。なのでこうちょっと動画を見ていただくと、こうやってこすってるじゃないですか。左右にこう割れてる部分ってやっぱあるので、その部分を補正するためにこう反対に持ってきてちょっとこすっていって、で逆ももう一回反対に持ってってこすっていく。でこれをね何回か繰り返すことによって、こう見ていただけると分かると思うんですけど、結構ね自然に降りてませんか？ビフォーの段階で見てもらったら多分全然違うかなと思います。こうすることによって、これがねずっと続くってわけでもないんですよ。2週間ぐらい持ったらいいよねっていう感じなんですけど、なのでまあ月1回ね髪の毛を切りにこられる時に、まあ同じようにやってあげたりとか、もう何回かやっぱ繰り返しやっていくことによって、やっぱ髪の毛も癖づいてきますので、気になる方はねこの解き方を扱ってるような、まあ、美容室だったりとか、まあ東京だったりとか関東近郊だったら、ぜひね、一度やりにいらっしゃってください。個人的にはかなりおすすめです。このねお客様も大変喜んでいただいて、もうやっと前髪が降りるみたいな感じでね喜んで帰っていただきました。ということで今日はね、この前髪の割れについてにご紹介させていただきました。気になる方はね、ぜひ参考になさってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。またね、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。